はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、皆さん、史上最強の先行ワンキルデッキ、何かご存知ですか？まあ、最近に超獣武者が、流行って、まあ、診断で実装されて流行りまして、超獣武者が流行ると何が流行るかっていうと、手札誘発が結構流行るんですね。これなんでかっていうと、超獣武者って結構そのドローラーのロックバラとか増殖する G とか、こういうカードめちゃくちゃ刺さるから、まあ、誘発で相手の手が止めちゃいっていうね、そういう話になるんですよ。そうするとランクマとかやってたら分かると思うんですけど、超獣武者メタなのか、もう手札誘発が死ぬほど飛んでくると、まあ、特に今ドロバ G ですね。ドロバ G がもう無限飛んでくるということで、ドロバ G 打たれたら大体のね、まあ、ワンキル系のデッキって、ね、死ぬんですよ、基本的には。あのね、史上最強、マジでこのギミック、これね、テレホンワンキル、いわゆるテレホンループ先行ワンキル、これがね、なんとね、増殖する G とドロールが結構ケアできるプラス期間っていう、なんか明確なメリットがあって、これが一番強いらしい今、実は先行ワンキル界の中で。これちょっと視聴者さんにね、デッキは構築なんか教えてもらったんですけども、まあこれ何でかっていうと、テレホンループって開始した後、特にそのデッキからカードを手札に加える効果ないんですよ。だからまず、ドロール&ロックバード、これきつくありません。まあテレホンが2体ループする盤面を作れればね。で、増殖する G 打たれても、まずまあこのハカラ入ってるね、ハカラ入ってる、あとウララ入ってる、あとドロールロックバード、これ自分で打てるんです。この時ね、ドロール自分で打つんですよ。 G 打たれました、相手に。で、なんか相手ドローしました。あ、じゃあドロールって言って、自分でドロール&ロックバードぶっこんでから、テレホンループかましてくるんですよね。これがめちゃくちゃ強いという話がありまして、まあ、ドロバー G に対しての、まあ、結構、耐性がある、デッキであると。で、さらに、まあ、結構ニベルとかもね、飛んでくるかなと思うんですけども、ニベルもね、一応ね、先出し、アーデックとかできるんで、あと、先出し、枠乱のゴシップシャドウができるんで、これ、まあ、例えば今回入ってる、この、未開機、まあ、スピードロイドとかでもいいと思うんだけど、まあ、今回ドローがねできるから、まあ、強引にテレホンループできるように一応未開機にしてるって感じなんですけども、未開機とかってレベル3のモンスターなんで、まあ、盤面に出てくればレベル1のねテレホンとシンクロ召喚してアーデックが出たりとか、まあ、レベル3が2体並べば、ゴシップシャドウが出たりとかっていう話ができるんですけども、これね、先出しアーデックができると、これアーデックって結局何でも効果無効の一応効果持ってるんで、一番の効果ね。だからね、なんかこのニビルとかケアできるんですよ。だから、これね、ありとあらゆる誘発をケアしながらワンキルできるっていう。だからまあ、先行ワンキル率だけで言うと、さすがに超獣武者とかよりも全然高いですね。使ってみた感じ、やっぱね、先行取った時めっちゃ強い。やっぱ誘発2枚くらい打たれてもなんか貫通していける、まあ、Gドロバだった時に、Gドロバとかもう余裕で貫通してなんかワンキルしてくるんで、かなりね、いいデッキだなと思いました。はい。というわけで、まあ、その、クソデッキをね、ぶん回したい方は、ぜひ、ちょっと参考にしていただければなというふうに思ってますんで、はい。早速、迷惑電話編、無限迷惑電話編、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。なるほどね。これ、どっから入るんだ？これ、どっから入るんだろうな。ちょっと、いや、でもまあ、言うて、これ、捨てられても、たらやばいから、マンホーはまたこれセットだな。未開機から入る、いや多分これセットくせえな。これセットして、で、ワンフォーワンをセットしたからもう大丈夫だから、未開機の土の子を発動、 G 打たれたら、あれですね、ドロールで G をケアしていきましょう。チキケアっていうか、もうドローできなくさせていきましょう。はい、それが一番いい。で、ワンフォーワン打ち込んでみたいな。多分、うららなのかな、これ。うららっぽいね。なんか、チェーン的に。はい。まあ、ドロールちょっといっちゃったのは痛いんだけど。じゃあ、まあ、ゴシップシャドウを出して、うららケアね。レベル3に並んだら、誘発ケアできるから。で、ゴシップシャドウ。強い。普通に強い。で、これで、いや、これスピードロイドでもいいんだけどね、ちなみにね。まあ、ちょっとドローできるの偉いんで、未開機の方がね、なんか強そうな感じする。で、ガジェットゲーマー召喚成功時効果。デッキからレベル1、機械族モンスターを手札に加えることができる。あ、うららね。はい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 。これは、
打たないといけないか。打たないと、打たないと、展開止まっちゃうか。展開止まっちゃうな。ゴシップシャドウするしかないか。うわ、でもここでゴシップシャドウ使わされてしまうのちょっと痛いな。はい。で、これで、まあ、お互いにドローするという効果。で、ガジェットゲーマー効果でテレフォン持ってくる。オッケー。で、あ、ドロールね。あー、なるほど。今引いたのね。オッケー。このデッキのドロール耐性見せときゃ来たようだな。マジで、このデッキドロール耐性半端じゃないんですよ。なんでかっていうと、持ってくだけ加えなくても1Kできるからです。とりあえずガジェットゲーマーの効果によって、ディフォーマーテレフォンが出てきて、で、1-4-1ぶち込んで、はい。で、テレフォン切る。で、テレフォン出す。ああ、こっからね、ちょっと、わからしいか。ま、とりあえず蘇生していいな。テレフォン効果。だって、こっからの、動きが、まあ、俺が間違えなければいいんだもんな。間違えなければいい。間違えなければ OK。で、こうでしょ？で、リンクリボーを、はい。まあ、2ビルなさそうですね。2ビルはなさそう。これと、これ使って、こうして、ゴシップシャドウもね、1回効果使ったら、あんま、もう、役割終わってるで。はい。で、テレフォン効果使う。はい。無限にテレフォンの効果使って、はい、はい。相手なんか見てくれてんだ。まあ、どうなるのか分かってないのかな、まだ。もしかしたら。もしかするって、どうなるか分かってない可能性があるな。分からせるか。こうして、こうして、で、キチューナーを3体生成。うおっ、うおっ、うおっ。ラドンも怪しいけどな、だいぶ。ラドン、だいぶ怪しくない？ちょっと待って、あれ俺どっち使ったのこっちだっけ。ちょっと待って、たまに間違えんだよな。たまにさ、なんか使った方のテレフォンどっちだけになるっていうのない、これ。大丈夫だった。で、これで、こうして、はい。で、あとはもうアーデクでね、一応、誘発をケアしながら展開していくって感じなんですけども。なんか、超重武者のさ、先行ワンキル、マジであんま決まんなかったんですよ。なんか撮影してるとき。やっぱ G ドロバーめっちゃ食らって。だからね、このね、ワンキルね、やっぱね、結構決まるわ。G ドルバー環境において最強なのかもしれん。もしかしたら。マジで。これ本当に強い。はい。はい。これ自分でさ、ちょ、待って待って、危ない危ない。自分でさ、何自分でドルバー打ってさ、G 止めれんの偉くない？このデッキ。マジで強いと思うんだけど。ちょ、待って、これ盤面邪魔だな？これ。さては。盤面邪魔オブザイヤーか。こっち出していいのか。こっち先か。ちょっと待ってくれ。先に5を出さないといけないな。5を出す。はい。あ、で、手札にね、引いちまった、なんだっけ、超熱血球児も、このウェインの効果で、ま、盤面に出力できるんで、まあ、それがね、すごい強いという話ありましてですね。はい。で、こうしまして、はい。だから、これ、ラドンで、なんか、あれか、割んないといけないか、これ。割らなあかんな、これな。割らなあかんわ、ちょっと。邪魔やな。いや、ん？これでいいのか？ちょっとあんま、やばい、あ、ん？これこっちでいいのか？これでいいのか？こうだ、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 あ、はくはくはく。じゃあ、あと、時間がないので急ぎたい。やばい、90分しかない。やば。95秒しかないの草なんだけど、やばいんだけど、これリリースする時間間に合うかな。なんか相手なんか見て、これ背中されるんだしろ、相手やばい、時間が足りんかもしれん。で、こうだろ。急げ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 、マジで急げ、マジで急げ。アーデックでちなみにね、誘発を一生ケアしながら動くことができるというのが、まあ一応ね、このデッキの利点ではあるんで、まあ後打ち誘発とかに強いという話でございますな。はい。相手が油断した瞬間にアーデク出して2ビルケアみたいなね、もできますから。はい。で、これで、はい。で、こうして、で、こう、いや、間に合うだろう。70あったらいけんじゃねえか。で、炎属性だろ。で、これ全部炎属性になりました。
でテレフォン効果使って、特殊召喚します。で、ゴシンクロします。もう誰やねんチャンバライダー、これあのなるべくねビーステッド踏まないように、してんですけど、ビーステッド踏まない属性のモンスターをいっぱい使ってます。まあ、ちょっとアーデク踏んじゃうんですけども、普通にまあアーデクはね無効できるんで、まあみたいなところがありまして、はいはい、やばいやばい、60しかないこれマジ間に合う、これやばい、これマジでこれ間に合うかどうか怪しい、これもしかしてこれやばいかほんまに。で、はい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 、で超熱血騎士出る、いやー危ない、サレンダーアザス、マジサレンダーアザス、いやーなるほど、そういう感じか。いやこれどっから行くのが正解かな。オロマやんのか、オロマやって第3条ある、ガジェットゲーマーある、ガジェットゲーマーに打たれても大丈夫か、ガジェットゲーマーに打たれても大丈夫だな。ちょ一体占い打たせてよな、どっかで。これダイスダンジョン、まあとりあえずダイスダンジョンだな、まあ、ここに打ってくれるんだったら御の字、まあ、ない、占いなさそうなチェンジだな。なるほど、ガジェットゲーマー召喚で効果発動、ああ法要とかもなそうだな。なるほど、あと多分これニビルですね。じゃあね、ニビルですね、基本的にはニビルをあとはケアするしかないのか。つまり、まあ、とりあえずガジェットゲーマー出すで、ディメンジョンダイス打つ、だからこれ裏あるんだったら打つと思うんだけど、まあ打たない、なるほど。でこれ4回目だろ、4回目って言って、はい、まあ、とりあえず打つ、オロマイ打つ、はい、でテレフォンぶち込む、いやテレフォンだな、テレフォンぶち込む、でアーデク打って、これで一応5回目ですね、特殊召喚。はい、なんもなかったらね、別にいいんだけど。あ、優先機のアップレイ !2 ビルだ、これ。いや、これ多分2ビル。2ビルでしょ、それ。もうアーデクいるんですよね。もうアーデクいるんですよ。分からせましょう。分からせましょう。はい。やべえ、また時間なくなってる。また時間がえらいないな。はい。で、これさ、なんかさ、誘発どうやってケアしながら動こうかなとかいうのがあんま俺分かってないからさ、ちょっとさ、なんだろ、時間かかるんでね、初手の展開、どっから入ればいいか問題、時間すぐなくなっちゃうんでね、向いてないわ。で、テレフォン、まあ、ぶん回していく。さあ、分からせていくぞ。アーディクはどかないと、ちなみに。アーディクはもう一生どかない、展開途中。展開途中か、展開するのにもう解かない、絶対にアーディクはでも一生涯いるだけ。さあ分からしていくぞ。でちなみにね、枠もね一応ね足りるようになってましてですね、これこうするでしょ、はい、でまあリンク3するわな。でさっきよりかはこれ時間ある、多分さっきとか、いやでも同じようなもんか、やばい、ちょっと待って、マジでやばいこと起きてる、時間足りない可能性があるね、やばい。相手2ビルあるからさ、多分だけど、これだからどっか2ビルなんかぶち込んでくるとは思うんだよね。なんかどのタイミングで打ってくるのかね、もうこの辺なんじゃない、打ってくるの違う、まあ、でもアーディク毒かもしれないから、あれ相手あれか、待つか、普通に考えて、まあ、ちょっと邪魔なんでどかしましょう。はい、邪魔なんで1回どかしまして、はい、まあ、このね、このレベル3のトークン、レベル3のトークン、テレフォン2体がいれば、もう展開はできるんで、いつも通りね。はい、でこれダブルアーデクで分からせましょう。まあ1枚しかアーデク使えねえけど、はい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 、さあこれいけるぞ、これ分からせるぞ。いいのか、サレンダーしなくて。ちょっと時間が足んねえから、サレンダーしてほしい。できる限り。なんかあるね。なんかあるよね、やっぱりね。やっぱそうだよね。いや、そうだよね。いや、だと思った。
これ向こうね、ちなみに。はい、アーデクで、まあ、ニビルは向こう。絶望のニビル向こう。おいあぶねー、耐えた。いや強そうだな、反動強そうだけど、かだ。でもうららうっとうしいな、これ。うららきついか。発禁令うららじゃね、これ。うん、なんか発禁令うららして、うららすればダイスダンジョンもワンフォーワンも通りそうだから、まあ、増人は普通に穴でケアできるし、これ発禁令でうららだな。うららやめてください、はる。うらら、はい、でワンフォーワン打ち、まあ、ダイスダンジョンは打つな。ダイスダンジョンは打つ。ディメンジョンダイスを手札に加えていこうか。まあ、これ絶対通る。で、ワンフォーワン発動。モンスター切って、テレホン。G もなさそうっすね。勝ったかな。もうほぼ勝ちだろ、これ。じゃあ。まあ、まあ、回復する人もねえか、別に。ディメンションダイス発動。テレホンリリース、テレホン。勝ったか。なんもねえぞ、相手。なんもねえんじゃねえか？勝ったんじゃねえか？これ勝ったの？え、なんか余裕なんだけど。マジでこのデッキ成功率高くね？やっぱりなんかすごいさ、なんか組み合わせ初動なんだけど、やっぱ揃うから、テレホンテレホン、なんかこのデッキあかん気がするけどな。え？あできない。いや、それは聞いてない。どうもすいませんでした。さすがにやばいわそれは。え、なにこれ、グリガンは来た。やばいやばい、グリガンはやばい。フィールド墓地のモンスターを対象に、あー、テレホン、テレホン、テレフォン1枚でこれ何すりゃええねん。テレフォン1枚で何をすりゃええねん。氷結界の竜取りしゅうだなと。あっ、テレフォン、まさかこれ着信拒否来た。着信拒否やん、これ。おい、全部電話機全部除外したんだぞ。おい、ふざけんな、俺のテレフォン返せ。あった、ちくしょう、くっそ、うちの電話機3機しかないのに。